石原知事は今日、福島第一原発の3号機などを冷却するため放水活動に当たった東京消防庁の隊員らの報告を受け、涙声で本当にありがとうと活動を称えました。30隊139名の者は福島第一原発3号炉燃料棒冷却作戦を遂行し、3月19日無事起床いたしました。地震で被害を受けた福島第一原発で放射線の被爆の恐怖にさらさらいながらも放水活動を続けた東京消防庁の緊急消防援助隊。石原知事は今日午後、渋谷区の消防学校を訪れ、現地から戻った隊員らの労をねぎらい活動を称えました。本当にありがとうございます。この国の運命というのを決めてくださったと思います。そういう点でですね、本当に国民を代表して国民に代わってお礼を申し上げるし、これからも一つその尊い仕事に邁進していただきたい。福島第一原発では昨夜から今朝にかけても東京消防庁による放水活動が3号機の燃料プールに6時間余りにわたって行われ、現在も消防ポンプを使い圧力容器に海水を注入し続けているということです。これまでの放水で燃料プールの水位も上昇し、放射線量も減少傾向にあるとされていて、東京消防庁の隊員らの決死の活動が事態鎮静化に大きく貢献しているといえそうです。